このユーメンっていうガチャガチャは、最近またガチャガチャをやり始めたきっかけのガチャガチャなんですよ。ちっちゃい頃はもうめちゃくちゃガチャガチャ好きでやってたんですけども、大人になるにつれてちょっとやらなくなるじゃないですか。最近またガチャガチャコーナーをよく回り始めて、この特にミートスパゲティユーメンのパッケージを見たときに、うわぁ、いいなぁ、このガチャガチャと思って、このユーメンをきっかけに、ガチャガチャを回し始めましたね。これどういうガチャガチャかっていうと、パンダの穴っていう、タカラトミーのガチャガチャブランドから出ているカプセルトイで、いろんなこういう変わったカプセルトイを出してるんですよ、パンダの穴っていうのは。で、このユーメンっていうのは、まあ、幽霊が人に愛されたくて、で、どうやったら愛されるかなーって考えたら、人はどうやら麺を食べてる時が幸せそうだっていうので、麺になって現れたら愛されるんじゃないかっていうコンセプトらしくて、公式サイトにはもうちょっといろんなコンセプトが書いてあるんですけど、ラインナップを見ていくと、まずこの一番いいなと思ったミートスパゲティユーメンと、ラーメンユーメン、男気あふれるユーメン、汁まで飲み干すと笑顔が見れるらしい。ザルそばユーメン、恥ずかしがり屋なユーメン、焼きそばユーメン、お祭りをこよなく愛するユーメン、で、最後にカレーうどんユーメン、マイペースなユーメン、カレーの次の日に現れる。で、パンダの穴っていうこういうロゴ、イラストが印象のブランドで、ここのね、カプセルトイは本当におすすめです。結構ね、1年に何種類だろう、2、3ヶ月に1回とかしか新しいシリーズが出ないんで、なかなか待ち遠しいんですけど、出た時は要チェックです。一つ一つ手元で見ていくと、ちょっと実物当たった時に、あ、パッケージより色薄いかなと思ったんですけど、やっぱりでもこのクオリティですよね。本当にミートスパゲッティの中から手がニョキッと出てて、このちょっとコミカルな感じで、で、後ろからフォークがぐっさり刺さって持ち上げられてるっていう、これいいですよね。で、ちゃんとスパゲッティとか乗せるような大判のお皿に乗ってるっていう、いやーいいねこれ。で、ザルそばユーメン。このね、乗ってるせいろも結構しっかり作られてますよね、これ。ちょっと恥ずかしそうにしているっていう。で、片目しか出てないのも、ちょっとそういう性格を表してる感じしますよね。で、ザルそばユーメンはちゃんと割り箸が刺さっているっていう。で、ザルそばの海苔も乗ってます。いや、いいね。これ、飾ってるとすごいいいんですよね、このユーメン。で、焼きそば。焼きそばもね、すごいいいよね、これ。ちょっと、いたずら好きそうな感じに見えるけど。ちゃんと紅生姜とかも乗ってて。すごいね。麺のクオリティがいいですよね。
焼きそば有名で、カレーうどん有名。カレーうどん、これちょっとボリュームがある感じで、すごい具もしっかりあって、でカレーうどんなんで、うどん麺でしっかり太めに作られて、このお椀入ってる丼もなんかいい感じの丼って感じで、うん、いやーすごい、うん、これは思わずもう回しちゃいましたね。で最後がラーメンの有名。よくラーメンの大将が撮ってるような腕組みポーズの有名ですね。これも入ってる丼、よくラーメン丼のような形してて、うん、そのキャラクターのデザイン性だけじゃなくて、ちゃんとこのチャーシューとか煮卵も乗ってて、他の部分もしっかりクオリティがあるって感じで、いいんですよね、このシリーズ。シリーズというか、これまだ一つしか。有名としては、このラインナップだけですけど。いや、いいですね。